ゴルフニュースポッドキャスト、ゴルフコンドル。この番組はゴルフに関するさまざまなことをリスナーの皆様と進めていくポッドキャスト番組です。おはようございます。6月14日金曜日、第63回ゴルフコンドル。私は司会のコウキです。そうです今回はですね、コウキいません、グダグダコンドルが始まります。そうです、太田でございます。おはようございます。そしてもう一方、私がお世話になっておりますゴルフ塾、西川塾長です。アニョハセヨおっぱまあこれおいおいちょっとまたな説明するけど、なんか急に掘り出された感じですよね、2人でやって。まあいわゆる放置プレイってやつやな。放置プレイですよこれ。完全なる放置プレイやなまあね、もう編集できへんぐらいのグタグタ感ちゃろうかなとは思ってるんですけど、グタグタの P だらけやな。 P だらけだな。もうニュースも嘘言いますからねでもとりあえずヤフーニュースからやろ。いや、わかんないです。まあ、ノリで僕は行こうかなと思ってる感じなんで。はい。Okay. あの、打ち合わせなし。台本。え、こっちなりますよお、いいっすかね。じゃあ、オープニングもうええんちゃう、もう、ぐだぐだ感で。ですよはい、では、頑張ってやっていきたいと思います。はい。トルコンドル、始まるよ。はい、始まりましたゴルフコンドル。じゃあニュースからやりましょうか。もうニュースいらねえんじゃねいや、あのディレクターが怒るから、はい、いやっていうかね、あのあれですよ、全米オープンが始まってるんですよ。あ、そうなん。はい、びっくりした。僕も油断してましたね。まあそんな、今日から始まってんの。え、もう今やってますよ。毎日新聞のニュースです全米ゴルフオープン選手権開幕、日本勢もスタート、アードモア、米ペンシルベニア州、アメリカのペンシルベニア州、男子ゴルフのメジャー第2戦、全米オープン選手権が13日当地の、メリオンゴルフカントリークラブですかで開幕しています。トップは、初出場の上田優衣選手。まあ、上田優衣選手が、トップスタートです。トップスタート、はいはいはい、はい、続いて4年連続出場の藤田寛之がティーオフと行っております。はい、なんかメリオンゴルフクラブは有名なんですかね。いや、行ったことないからわからん。はい、なんかね、あのこう、まあ、コースのその内容だけをこうパッと見てるんですけど、うん、なんか距離的にはねそんなに長くないです。全体も6900ヤードですし、はいはいはい、ただフォークで一番長い628ヤードっていうのがあるんですけど、はい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 、はい、まあ、距離的にはで一番短いショートは115ヤードの13番。それそのプロからしたらそれいじめやな。はい、難しいみたいですよ。そのグリーンの手前と奥にすごいバンカーがあって、おう、あのそっち、その奥の番外入るとえらいこっちゃになるっていう。ああそうなんや。はい、何で打つんやろみんな。115でしょ。何ですかね。58 9番ハーフショット。そんなんするか。9番ハーフショットでもえらいこっちゃになるんじゃんか分からないですけどね。えだからなんか見てるだけやったらね、なんか日本の選手もちょっと、うん、こううまいゴルフをする選手がいけるんじゃないかなとか思うんですけどね。それでパー72な。パーは70です。 70? はい、ロングが2つない。2つないねや。ないんですね。はい、でその日本人はその上田優衣選手と藤田選手と松山君、はい、はい、であと塚田プロですね。あ、塚田さん、はい、通った。で石川遼は、
亮君出れないんですよ、9回ぐらい連続出てたんですけど、うん、今回ついに出れなかったんですね。ああそうな、以降の予選会出たんですけど、うん、なんだか足りなかったんですよ。で今、うん、まあ出して今収録してるのは夜中なんですけど、うん、まだ半分も出てないですね。50人ぐらいしか出てないですけど、上田優選手は現在5番ホールで3オーバーです。それでも3オーバーなんか狭いんかね。狭いかもしれないですね。で藤田プロは1番ホールをボギースタート、ボギースタート、はい。で現在は、イアン・ポールター選手が3番ホール終わって3アンダーっていう、あ、はい、全部バーディーみたいな、ね、あれもタイガーとかも出てるもん。タイガー・ウッズとかも出てるんじゃないですか。そらみんな出てんねんな、上手い人。ピッチャー体力欲しいですもんこれ今回松山君やらかすで、やらかしちゃいますかね。俺そんな気するわ。名前をウルで、あ、ミケルソンは、現在5番終わってイーブン。まあ、まだまだね出てないですけど、俺松山君、トップ15の中に入ると思うわ。そこまで行っちゃいます。俺行くと思う。あ、でもいい意味であれですよね、緊張しないですよね。そやんな、はい、俺ほんまええと思うわ。まあ、まあ、オールラウンドプレイヤーですからね彼は。まあ、まあ俺もテレビちょいちょい見てるけど、まあ飛ばすけど、まあ、小技もうまいやん、ほんまに。うまいですよ本当に。ショートアイアンもうまいし、何よりちょっと5、6メーターのパッドすごくないですか。ああ、せやな。あとグリーンの相性さえ合えばな。はい、松山君行くよ、来ると思うんですけどね、はい、そういうのを今やってるわけですよ。これ実は後期見に行ってんちゃうんか。可能性ありますねいやいや、じゃあ編集誰すんねーっていう話外注してるかもしれないですね、ユキロイに。じゃあユキロイお願いします外注外注出した、はい、ちょっとお願いします金もないのに金使えがったやつほんまあいつでもコンドルポイントで全員見に行ってんちゃうか。どこに支払うんですかコンドル。コンドルポイント What? What mean? あかんあかん、めっちゃそれてるで。はい、まあそんなわけで始まる、まあ初日ですからね。でまだ現状あの手元の方ではまだみんな理性の出て出たとこなんで、まあこれから、うん、あの後期がレポートしてくれると思いますよ。そうやな、後期日曜、え、な、日曜日がその試合終わんねんな。そうです、そうです、はい。木、金、土、日やから。はい。ほんなその結果、後期。月曜日に結果出るって感じ。あ、月曜日に結果出るのか。そうです、そうです、はい。時差的に。ほな、あるか、後期、また日曜日、また2人で今度るか、日曜日。あー、いや、もう、逆にいっぱい増やしましょうか、10人ぐらい。誰みたいなそれもおもろいな、はい、いやいや油断してたらダメですよ、そこのあなたですよあなた出ますよみたいな。でも俺16日やったらそこのお前お前って言ってるかも分からへんで、もう完全になんか片言の日本語になってる日本語忘れてますやん。いよいよ旅行行くんですよね。旅行行く、はい、明日から韓国。あ、いいですね、ゴルフ旅行。ゴルフ旅行、はい。言うてもそんえそんなにゴルフやる気満々じゃないでしょ。全然向こうで貸しクラブやからな持っていかない、ボールしか持っていかない、持っていけ、ボールとティーとグローブだけ。あ、でもなんか聞いた話によると、そこチェジュ島のゴルフ場って風がすごい強いらしいですよ。あ、でも太田、まあちょっとわかるけど、あれニュースどこで聞んの。え、いやもうニュース終わりましたよ。あ、終わってんのかいな行きましょうか、次のニュース。あ、そうか、はい、日本でも女子今やってますからね。おー、はい。で、チェジュ島はその風がきついの。めっちゃもう風がもうビュービューらしいですよ。ということ海沿いでやるということ。やっぱり海風が強いんでしょうね。俺そんなんも初めて、いや海側であるのは2回目かな。うん、
いや海風って独特ですもんね、下から上がってくるみたいな。せやな。でもまあ俺そんな、まあボール6球しか持っていけんけど足りるかな。大丈夫ですよ、やる気ないからそういう時ボールなくならないですから。あったっていや、ほな、まあ韓国でも日本でやってる、今練習してる池田優太アプローチをちょっと練習してくるわ。低く出してね、程よいスピンで、トントントンと、はい、程よいスピンといえば、ゴルフ場アルバ .net のニュースなんですけど。あ、そうなん。そうですよ、成田美鈴ベストスコアの64で自身初の初日首位発進。ほう、今現在ですね、サントリーレディスオープンゴルフトーナメントがやっております。お、場所は兵庫県の六甲国際ゴルフクラブです。お、一回行ったことあるな。はい。おで、現在初日、今日は、あ、昨日ですね、昨日の初日のもう真夏日じゃないですか。お、大阪の豊中井なんか38度がなんか出たんですよね。あ、はいはいはい、はい、だから六甲国際も、最高気温が 36.3 度を記録する猛暑の中、圧巻の9バーディーを奪取した成田美鈴が自身初の初日首位発進を決めた。うん、誰ですか。わからない、知ってる。なんかすごい幼いですよ、このこの子。子供、子供じゃないです、プロですからね。インカこんな情報でインカみたいな。でも六甲国際ってめっちゃ難しいで。僕はみんな言いますよね。俺も六甲国際フルバックから回って110ぐらい叩いたもん。マジですか、いつの話ですか。いつやろう、俺これサトルと回って、広田サトルと回ってるんよね。あーはーはーはー、広田プロと、はい、で昔そこでなんかツアーの、まあ、ああいうチャレンジみたいなツアーみたいなのがあって、でそこも予選通ったか通ってないかとかなんか言ってたの。あ、プライベートみたいなんで回らしてもらってんけど、はいはい、ボロボロやったな俺。トーナメントコースですね。いやー、それ何アンダー。はい、9アンダースター、あ、8アンダーですけどね、スコア見たら。あ、9バーディーっていうことですね。あ、9バーディーな、はい、ひどいもんやで、もう。ほんで1ボギーか。今 8アンダーでトップですね。で2位に、お久しぶりの、そうですね、1ボギー、アン・ソンジュプロ、アンソンジュ、はい、リエストが6アンダーで2位タイ。そして、僕の今年賞金上なるんじゃないかと思って、うん、比嘉真美子プロ、うん、ちが、5アンダーで4位タイでございます。4位タイ、はい。ゆかりちゃんは、ババッチですか。ババッチはババッチいないですよ。あ、そう、あれ、ババアプロいないですね、本当に。あ、いた、3オーバーですね。ちょっとスタートダッシュ失敗しちゃいましたね。79位タイ。ボギーがだいぶ先行して、バーディーが取れなかったみたいですね。あ、そうなんや。4ボギーの1バーディー。え、今日からっていうか、4日間試合？そうですね。なんか、今年増えたんですよ、4日間試合が。あ、そうなんや。はい。4ラウンドまでありますからね。女子も4日間やったらしんどいわな。大丈夫です、みんな若いですもん。表さん大丈夫かな。前回でしょ。大丈夫、あ、夫婦が似てるから大丈夫。なるほど。そっくり、改めて見ましょう、ほんまそっくりですね。ほんまどっちが優勝したんと思ったぐらいもんな。あ、でもちゃんと1アンダーで21位タイ。あ、もう大したもんやな。大したもんですね。ほんま大したもんやな、ほんま。完全に出ますよ。ちゃんとちゃんと心を入れないとこうバレちゃいますからね。もうあれ、唇乾いてきた。ほんまや、はい。みたいに心こもってないって言われますよ。ほんで女子それ賞金のももらえるん、優勝したら。え、そんなイレギュラーな質問しちゃいます？あ、じゃあもうやめとこうか。多分ね、いっぱい。いっぱいやな。いっぱいもらいます。これひどいな、本当に。私そもそもですよ、うん、今日というか昨日ですね、昨日3人で収録する予定やったじゃないですか、うん、それをこうポーンと投げ出されたもんで、うん、まあ、言い訳ですよね。
何も僕らの手元に資料がないっていう。資料もない、心の準備もない。収録5秒ぐらい前にどっち司会やりますって言いましたもんね。そやな。まあまあまあ即座に太田って言ったけどな。もうあの番宣して終わりますか。ほんまやな。ほんまにもうなんやろ、もう今からピー言わしたら、ピーの例えしたら俺すごいで今。もうピーがピーになってピーになるから。多分ダイヤルあるぐらいのもうごっついのつくで。僕でもあれなんですよ、六甲国際、僕も思い出あるんですよ。うん。2年前ですよね。2年前に広田プロの試合を見に。行った？行きましたよ。何の試合それ？六甲国際でしょ。ツアーで。そうなったっけ？はい。え、そうです。2年前ですね。試合の名前忘れちゃいましたけど、うん、僕初めてやったんですよ。日本の男子プロの試合を見るのが。うん。オーストラリアの PGA のは見たことあるんですけど、うんうん、ものすごいワクワクして、うん、前日ドキドキして、はい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 、はい、で、あの塾長の車乗せていただいて、はい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 、楽しみやな、まあ、ちょっと曇ってるけど、まあ、楽しみやな、ちょっとパラッと楽しみやな、なかなか雨ザーッと来て楽しみやなって言ったら試合中止ですよ。ほんでまた広田プロとか、広田プロがゴルフ場に来てないっていうのかな。そうそう、結局泊まってるホテル行ったんですよね。オリエンタルホテルちゃうかな、神戸、はい、で一緒にプロと一緒にコーヒー飲んで、そう、じゃあ頑張ってくださいって言って、完全に僕雨のキャラをつけられて帰ったっていう。せやな、あこれ六甲国際の思い出ちゃいますよね。あれ六甲国際やったかな。六甲国際ですよあれ。ほな、関西オープン、関西オープンでしたかね、2年前。違うな、パナソニックちゃうか。あ、そうですかね。あれ分からん、いらんこと言ったらまた怒られるわ。まあ試合です。試合やな、あったな、一日なくなったんですよ、3日間だった。せや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 。でそっから、太田自分の車で来たんちゃうか。僕自分の車でしたかね。2台で したよね、2台であの神戸の中の南紀町行ったやんけ。あ、そうですね、もうご飯食べにね。そうやん。あ、そうですそうです、行って、そうです、だん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 雨がジャージャー降り出して、そうそうそう、あの神戸の南紀町歩いて、はい、で餃子とかあの、まあ、中華食いながらジュースで終わって帰ったかな。はい、あの思い出って話ですよ。で六甲国際、六甲国際、はい、頑張れナビタプロ。いや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 、ニュースできますね、僕ら。できるな。はい。クレームは来るかもしれないですけど。いやいや、いいんじゃない？いいですかね。こんなもんでいいんじゃない？こんな感じですよ。若干でも逆に2人やから、うわ、何言うんやろっていう期待と、聞いてくれてる人はね。はい、でも逆に、お前大丈夫か、お前ら。まあ、あえてトーンも上げずに終わりましょう。何や何や何やこのこのトーンみたいな。大波だし、さざ波。でもだ、俺らって絶対これな、最初テンション高かったけど、はい、最後の方絶対テンション低いと思うねんや。僕らの体力のなさ、肉ぶっこだ、気はせんけどね。体力ないのと、あのメンタルの弱さで。だってね、塾長がこう喋ってる、こう端々にね出てますよ。なんで？なんで？あの今よくあの僕らも一緒にゴルフコンベとか行ったり、あのコメントいただいて、ゆきろいさん、はいはいはい、のポッドキャストを立ち上げたみたいで、おお、ドゴルフっていうね、おうおう、ゆきろい一人で喋ってるわけですよ、おう、ね、もう塾長ずっとすごいな、一人であんな喋ってすごいな。完全に俺でけへんみたいな。でも可愛いわ。すごいですね、あの顔も綺麗けど声も綺麗わ、はい、でさ、あのゆきろいその番組やってさ、 あの大阪弁じゃないやん。あ、そうなんですかね。ちょっと綺麗なんよね、標準語混じりの、まあ、たまにちょっと大阪弁出るか出えへんかぐらいの、あ、お上品な感じ、お上品な感じ、
僕ら下品ですからね。まあ、やっぱりこってこって、まあ、みんなコメントでさ、はい、その大阪弁がいいです、笑いが止まりませんって言ってくれるけど、まあ雪乃の聞いたら俺らの聞かれへんぞこれね。ひょっとしたら僕ら潰されるかもしれないからリスナーさんごっそり持っていかれて。で1回目聞いててな、はい、俺は1回目全部聞いてんけど、でも最後に最後の方で何やろ、相方さん、はいはい、のちょっと募集しちゃうかなみたいなことをパッて言ってるわけよ、はいはい、俺しようかな思った、絶対言うと思った今絶対言うと思った今はい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 みたいなもういいねって俺尻尾ぶわ振ってるで遺跡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 しちゃうもうゆきらがビビッとって言ったら俺がゴルフとか言うやんけあんだけこっち嫌がってたのにいやーでもほんますごい、あの人すごいね。え僕らもちょっとね、最後まで持たさないけどね。そやな、体力があるっていうところを勢い見してね。そやな、相方できるぞっていうところをね。そやな、移籍前提移籍前提移籍前提だ相方できるぞ俺たちはみたいな。なんだったっけ、クリですよ。いやあれじゃん、ゆきろいとこで収録するやん。はい。で後期で編集してもらったよね。あ、あれしましょうか。ビビットゴルフにゴルフコンドルコーナー作っても。あ、いいな、それいいな。ちょっと吸収されとるから。10分ぐらいでな。はい。最初からずっと聞いてもらってるヘビーリスナーの田辺さんや金本さんや龍宮大河さんとかいろいろいらっしゃるじゃないですか、龍二さんとか。はいはいはい。金本さんが引き抜かれるかもしれない。いや、あれも引き抜かれてるよ。引き抜かれてますよね。多分全然僕らに興味ないと思うで。なんかね、なんだよ、こっちやったじゃねえかよ、みたいな。おそれを感じたのが、Facebook で。おユキロがパターの、グリップ変えたら、だから金子さんも一緒になって変えたっていう。同じやつ？いや、同じなんですかね。わかんないですけど。いやー。パラパラみたいな。まあまあ、でも金子さんは器用やから、多分器用なんで、ゴルフコンドルもたまに、まあ、10回に1回は聞いてほしいかな。だいぶ飛ばされますね。ちょっとこう、金子さんから、そんな金子からコメントいただいてるんで、ちょっと、うん。あ、そうなの出すタイミングわかんないですよね。でも今、はい、ええタイミングやったと思うけど、こんな感じで僕は出していきます。いやいや、太田今それ、振りとその入り方最高や思うけどな。もう僕らキスの波合いしまくりです。いきます。はい、カレゴンさんからのコメントです。こんにちは。今回は3人揃ってますかね。6月のテーマ、ゴルフ以外の趣味ということで、田辺さんがコメントしていたので、自分もコメントします。高校の時、カメラにはまりました。車のレースをよく撮りに行ってました。鈴鹿富士行ってました。その頃はレースクイーンなんかいなかった記憶、車ばかり流し撮りしてました。現在はカメラやってないですけど、ゴルフのツアーを見に行った時カメラマンがいますよね。やってみたいと思ったりします。ちなみに自分の卒業者小学校はお笑いの福田彩乃も卒業生だと判明しました。金子さんからのコメントです。ありがとうございます。ありがとうございます。カメラやってはったんですね。まあね、すごいね。カメラって僕はっきりできないですけど、デジカメしか撮れないですけど、ほら、うん、すごいカメラ持ってる人いるじゃないですか。一眼レフ。一眼レンズな。うん。で、今やったらデジタルやから、うん、昔はフィルムやから、やっぱり無駄撮りっていうんですかね。無駄に撮ったらフィルムがなくなっていくじゃないですか。うん、まあ、で、消せばいいじゃないですか。うん、で、オーストラリアの話なんですけど、そのよく面倒を見ていただいてたあの人の、うん、すごい趣味の人いてるんですよ。もう、うん、片手で持たれへんぐらいのレンズですわ。バーンって長い。
はい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 。カラッカって野生のコラでめちゃ高いところにいるんですよ。うん。そんなんもうドアップで取れるんですよ。うん。それをこう、たまに狩りで取らしてもらうんですけど、どういったんですかね、こう、押すボタンありません、シャッターの。うん、あガチャッって言うじゃないですか。うん。あれ気持ちいいですよね。へぇ伝えきれないですけど、なんていうんですかね、こう、あ確かに気持ちいいなと思いましたね。だってカメラハマっていくんかなと思って。俺もあのグラビアのカメラマンなんだ。いいぜ、おい、いいぜ、おい。じゃあ、俺も脱ぐぜみたいな感じで、俺も脱ぎながら相手脱がしていくってこと。行きましたやん、なんか。え？カメラマンいてましたやん、自分も脱ぐカメラマン。おるな。海パンチでやってるやつもおるやんな。いやいや、まあ、それは楽しそうですけどね。いいぜ、ここ。水かけるぜ、おい。かけろよ、おい。全然ちゃう話なんて思う。レースグイーンって変言うてますやん、金子さん。そうやな、でもこの人、没頭したらほんままっすぐやねんな。いやー、これだ、なかなか本格的やと思いますよ。俺、多分カメラ持って車とか見に、撮りに行ったら絶対レースグイーン撮ってると思うわ。僕もですね。僕もですね、はい。あのゴルフのやつも撮ってみて、まあゴルフはほんま難しいで、撮りんね。あの、たまにありますやん、ゴルフ場で、勝手にカメラ撮ってくれてて、うん、で、終わったら写真並べてて、買いませんかっていう。はい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 。なんか、そんな言うときに限って、フィニッシュ、ぶっさいかな、俺、と思って。まああるしさ、ほんま、たまにあの、奈良若草カントリーあるやん。あそこ、たまに撮ってくれてんねんけど、あの、木の裏で撮ってる時があって。はい。完全にお前盗撮やんいう時あんねん。盗撮ですよね。だって知らないですもん、撮られてたん。そう、撮られてんの知らんとそのまま行ってるから。はい。で、行けてないんです、まだ自分がね。その買わないです。朝一ショットやしな。そうそう、朝一のショットなんですよ。ああ。見られへんちゅうの。まあ、うちのなら若草カントリーはあかんわ、あれ。いませんか。盗撮やもん。盗撮ですね。いや、撮りますよって言われたら、ちょっとこう、気合入れてるとかとか。こうちょっとまっすぐ、こうスイング、球はどんな球でもいいから、なんかスイングのフィニッシュだけとか、テイクバックの形とか気にするけど、完全に朝一、ああ、おはようございます、じゃあ行きます、みたいな感じのとこからやのに、あれはダメだね。まだ寝癖もついてます。これでも金子さん、ねえ、せっかくこういう趣味持ってはるんだから、こうコンペとかで写真とか撮ってほしいですよね、こうスイングの。ああ、いいね。ね、いいね、いいね、いいね。やっぱりちゃうと思うんですよね、そのでかいレンズで。やったらな。あ、またえらい遠くも撮れるんですよ、あれ。ああ、すごいなと思いますけどね。もうなんやったら、そのゴルフコンドルのコンペやったときはもうカメラマンで来てもらう？カメラマン。いや、ゴルフやりますよ、言われますよ、そんな。で、これなかなか話そこに触れないんですけど、うん、福田彩乃も卒業生って。っていうか、これいる？誰ですか、これ。福田彩乃って言ったら、あれやんけ、ジンのジンのドラマ知らん？知ってますよ、綾瀬はるかの、あれする子や。わかりました、わかりました。ローラのものまねする子や。あ、そう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 。はい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 。あ、あの子じゃ山口家なんですか？ちゃう、金子さん、名古屋、愛知県。愛知県。あ、そうや、福田屋のでも愛知県にとったわ。あー。で、後輩や、金子さん。の後輩なんねんな。若いですよね。若い。あー、なるほど。俺もあの子やったら結婚してもええわ。な、じゃあもう、四時のパパ。ちなみに、ゴルフコンドルのメンバーだけで、子供なんていてます、うん、3人。9人。めっちゃ思うな。ゴルフコンドルは少子化に反対です。9人ですよ、3人。すごいですね、これ。すごいな。さすがでも塾上トップですけど。まあ、4アンダーか4オーバーかわからんけどな。そうですか。でも福田彩乃とかお前嫁はんやってみや、朝ちょっとごめん、明日の朝は綾瀬はるかで起こしてくれるみたいな。あ、そうなんで言いやったら、
金太郎はダメなんですか。金太郎絶対あかん。あいつムカつく。もうフライングゲートとかあんだ。ガチも出たないし。でちょっとこう落ち込んだ時に「長兄今から帰るから長帰ったらローラーにして」って言うて「ローラーにして分かった」とか言うんですか。そうローラーダメですけどね。なんかローラーめっちゃ可愛いやん。そうですか。ローラーあれ見てる？お前見た？あのテレビどれですか。何やったかな、黄金伝説。ああ、はいはいはい。あれでシェリーかシャリーかなんか知らんけど無人島行って、はい、生活すんねんけど、はい、ほんまローラ結構やりよんで、あいつ料理とか。テレビそんないやでもテレビでできることはプライベートもでもできることやろ。ああ、家でもできることやん。そんなすごいんですか。何でもできる。いやあれ、いやできへんと思ってたイメージから話ちょっとすると、ああ、こいついいなーって。そういうのはいいですね。こうヤンキーがと言うとしたらめっちゃいいことに見えるみたいなね。それは嫌やけど僕なんか学生の頃ちょっとほんまにマジで勉強せなあかんなと思ってちゃんと勉強したら先生に呼び出されましたもんねお前なんかあったんかお前上級生となんか揉めてるの違うんかとか言われては勉強してるんですけど普段のイメージが大事っていうことで。そうやな、全く金子さんスルーまあ止めるやつがおらんとこうなっちゃうぜみたいな。そうかな、なんかね気持ちよく僕喋れてんな思うちょっと待ってがないんですよね今日ねえねえもうだいぶずれてますよ。じゃあ次行きましょうかっていうのがないもん。なるほど。今日も俺ら喋りたい放題でいいことやろ喋りたい放題いいですよ、うん、どんどん来てください。受け止めはしないですけどね。金子さんもうやめとく、これでいいの。終わりましたもん、だって全部説明。はい、ほんな次は、いやないです。あ、出しましょうか。何です。 あるあるもうあるあるも行きましょう。あるあるも行っちゃうか。はい、行っちゃいます。行っちゃって、なんかたまに言ってましたよね。なんかここであの音楽変わるんで太田さんどうぞとか言ってね。ああ、もうそんなイライライな勝手にやるよ。あ、お前ですか。うん、はい、中陸か、はい、キュッキュッキュッそう、前もねちょっと僕ボケてね、うん、キュッキュッってオバキューのテーマソングだけどそれもスルーされましたからねよくない。年代が違うから通じないんですよオバキューは分かるやろ。分からないですね、やっぱり7個も8個も違うと。ああ、まあしゃらいな。はい、じゃあちょっと、うん、これは、まあ、ゴルファー皆さんに通じるのかな。あの、あるあるいきましょうか。おう、行こう。なるぞアップルのマーク入ってますね。なるぞアップルのマークさんからのあるあるです。アマチュアゴルファーは100を切り始めると教え魔になる。お願いします。中あるあるかな。中あるですね。中あるあるですね。もうそういうと 100切らんでも教えもできておるでしょ。おる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 。おじさんが多いですね。やっぱり教えま。いや、もうあるし、でも若かってもさ、はい、その、理論と技術って違うやん。はいはい、だから理論をすごい勉強する子は、はい、やっぱこう練習行ったら、自分ができへんかっても理論で来るわけ。はいはい、まあ俺らでいう一番めんどくさいタイプ、はい、でもあのそれでも教え魔になるわけやんか。でもまあなあ、俺も100切って切り出した、うん、そうやな。俺でもずっと教えるってほとんどなかったからな昔は。あ、そうなんですか。ないない、もう大太郎と大田ぐらいの時ぐらいかな。やもん、ああ、あの時がもう全盛期やから、あの時まだ一人でゴルフしてたぐらいからな、俺が。はいはいはい。ゴルフのコンペ。ようさんいましたからね。うん。ほんで、だんだんみんながやるようになって集まってきて教えてあげるっていうのができただけで。そうなの。もう、だから僕は同級生に無理やりゴルフ始めさせられたんですけど、うん、まあ大体同級生もみんなど素人やったんで、うん、で、西川さんに教えてもらおう、教えてもらおうとなって、うん、お前も教えてもらえや、言うて、うん。で、あの、教えてもらった。うん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 。
でもまあ、でもあれ、大田らが教え始めたのが俺も初めてやで。あ、そうなんですか。それまで俺人が教えるじゃん。俺が教えてもらえる方ばっかりやったもん。あ、まあ僕はあの一番最初のマンツーマンの手取り足取りですんで、ちょっと惚れてまうやろうってなりましたよね。あ、こんなんされたら惚れんやろなみたいな。あ、俺女やったら惚れるパターンのやつやなこれ。もうでも今はもう教えることって今またそんなないよね。あ今教えるというよりもこうお互い見てこうチェックポイント見てとか、あと悪くなってるところを前こうやったでってこう教えてもらうとか、うん、でずっと見てたらなんとなく分かってきますよね。そうやな。だ僕がおかしになったらやっぱり西田さん見てもらったら、パターンもそうでしたけど、うん、お前こんなんなってるやんけ。うん、前までは僕頭がすごい動いてたんで、うん、分からないですよね自分では。分かれへん。西川さんも足怪我してから治ってからやっぱり体重移動が前のスイングと違ってもうて、うん、でそれを今修正しますけど、やっぱ僕見たら分かりますもんね、前のスイングと違う。ずっと見てたらおかしなったらこうパッて見たら、だから先生じゃないですけど、うん、お互いこうね見てもらって、うんっていう感じですよね。だから、ね、はい、こうやったらもう今スイング悪なったら大体わかるんですけど、うん、でもあれ教え魔になるっていうことはこれアマチュアっていうおかしいけど、リスナーさんの皆さんも教えるっていうことは前も言ったことあると思うけど、いいことやからね。ああ、自分でも気づきあります、ね、自分でも気づいてくるから、うん、で下手くそでも教え魔になったらいいと思う俺。そうですね、こうしたらああしろっていうのもこうじゃないああじゃないとか、こうしたらどうなるとか、うん、ね、そういろいろ試して、いろいろみんなで意見言い合って、意見が教え魔っていう、な、悪い言葉で言うと教え魔やけど、うん、うん、そういうふうにアドバイスし合えることが一番いいことやからな。ねえ。俺はこれええと思うけどな、こういうのは。はい。なあ、もう100が切れようが、120叩こうが。はい。じゃあ、中の上にしてあげていいですか？いや、中の下やな。あれ、下がってる。中の上で。ナルゾーさんありがとうございます。またあるあるよろしくお願いします。今回ナルゾーさんが不運なのは僕に読まれたっていうね。申し訳ない、本当申し訳ない。大丈夫、大手から中の上になったけど、後期やったら中の芸になったかもわからない、ね、でも俺らほんまもう止めるやつおらんと、あるあるだけでどんだけ喋んねんこれ一つで。まだ10分くらいしか経ってないですよ、大丈夫ですよ。ほんまか。はい、電車乗ってるね、乗って聞いていただいてるリスナーさんはまだまだ会社にはついてないと思うんでね。多分もうだいぶ行ってますからね。もうだいぶ行ってますから。あれだんだんなんかこう舌が滑らかになってきてんけど。あ、そうですか。もうだいぶ行ってますんでね、もうそろそろ、はい、ね、締めよろしくお願いします。実験ほんまやめてくれんかな。はい、リスナーさん、今回失礼します。どうも失礼しました。ちびちょ聞きました、天の声来ましたよ、天の声が。もうどうせまあ無視やな。ゴルフコンサル始まるぞーとか。かでも普通、流れたらどんな感じでしたっけ。コメントも言いましたし、まあ、レビューは今日やらないとして、でももうあとここで何、いつもその何やったかな、最後の撮るやつってレビュー、ニュースやろ。ニュースやりましたよ。レビュー、はい、であるあるやろ。放送中に今までやってきたの再確認するで、これどんな番組やっちゃう。今日はもうこの何やったっけ、あの告知いいですか。告知して、ほんで最後のエンディング、エンディングってやったっけ俺ら。終わりです、終わり、もうエンディングですよ今これ。エンディングのエンディングが最後の終わりやろ多分。そうせいっていう今の声ちゃいますかね。え、これ今から言うてエンディング始まるんじゃないの。いつもなんかエンディングがまた天の声来ますって。もう多分これ今聞きながら、もうってもう早終わるやとか思われてんやろな。いや、もう切られてるかもしれない。会社ついてますわ。では、いきます。
ゴルフニュースポッドキャストゴルフコンドルでは、リスナーの皆様からのご意見ご感想ご質問ゴルフあるある、現在6月のテーマゴルフ以外の趣味に関することなど何でも募集しております。 Google でゴルフコンドルと検索していただくと当番組のブログが現れます。ブログ内の記事ごとにコメントボタンがありますのでそちらからコメントをいただくか、Twitter ハッシュタグシャープ GOLCON ゴルコンをつけていただきツイート、していただければ番組にてご紹介させていただきます。はい、はいよ、はい、どうにかこうにかここまでたどり着きましたね。あ、そこのあなたは書かないのって言われる。いいですレビューいいですもうお疲れでしょうね。そやな、もう俺らのグダグダここまで聞いたらもうええねえと思ってるかもからな、リスナーも。かけどんな言うていったんね。言うてくれたら行くかな、ほんまに。ゴルフの話やねんけど、聞く。僕、チッチキチーになってきました。で、今日は、そのエンディング終わった後の、はい。ドラマはできてるわけ。ちゃんと司会しながらも考えましたよ。最高やな。最高でしょ。最高やな。はい、僕それよりも最後の合言葉をどう切ろうかなと思ってる。そやな、どうしようかなこの間が嫌やな、はい、いやいや、ここはちょっと慎重に考えなかったと思うんです。そやな、ここはちょっと20分ぐらいこれで引っ張っていいかな20分ゴルフこうまでいきましょうか。ゴルフこう、はい、あかん、順調に変なあだ名つくからあかん。うんどる兄さんみたいな話になる。まあ、普通に言うたらゴルフコンドルなんですよね。まあ、どこで切ろうかな。はい、それでは行きましょうか。はい、ゴルフ。コン。ムカつくはドル。こんな終わらされ方あります。ない。もう、僕も爆弾発言今日しますよ。おしたって。これちょっと、どぎも抜きますよ。マジか。いきますよ。だって。ちょっと以前からですね、後期のボールは飛ぶぞと。うん。キドボール飛ぶ飛ぶ。どこまで行くんだ、おい。何百ヤード飛ばすんだ、おい。300ヤードかな。だけじゃねえぞ、このやろ。まあ、こう、皆さん言われてましたけど。誠に残念ながら、後期のボールは統一球じゃなくて、今年から飛ぶボールに変わってたんですよ。ゴルフの野球のコミッショナーが発表しました。陶器のボールもちょっと飛ぶボールに変えちゃってたっていう。マジか。あ、これ大問題ですよ、ゴルフコンドル。あいつ飛ぶんだ使ってたんか。もう飛ぶ飛ぶんだですよ、はい。飛ぶんだか。飛ぶんだです、はい。やっちまったな、あいつ。ましたよ、これ。どうしましょうか。もうこれ訴訟起こさなしゃあない、はい、まあ噂で今だからちょっと手首痛い言うてゴルフしてないらしいですけど、ね、それ逃げてるだけやろ。そうですね今政治家で言うたらちょっとやばなって病院で入院しましたみたいな感じやろ怖いこうなってきたよはい、じゃあもうね、はい、こんな感じで2人でやってみましたけど、ちょっとまたご意見聞かせていただければ。はい、お願いします。もうやんなよって言ったらもうやりません。もうやりません、やりません。先生のお前二人って言ったらもうやりません。はい。はい。そんな感じでやってみました。はい。ありがとうございます。